木場さんにも同じだね。こう両手でこうでなくて、こうどっち側の歯がこう動くように。床屋さんもそうだよね。両方動かしてないよね。ね、そういうことをちゃんと覚えでやると、あのよく道具の使い方が思います。そういうこと。それからここに並んでるのは剪定ではちょっと必要なものだね。やっぱりちょっと虫が寄ってくるので、こう手とかね、ちょっとこの辺とかね、顔の周りに来ないように、こういうのは虫よけスプレーなのがね、持ってた方がいいですね。あってやった方がいいね。あとこういうあの毛虫なんかも、こいつ5メーター届くんだね。こいつで5メーター届くから、手伸ばせばね、1.5 高くなったらね、6.5 ぐらいまで届くってことだね。こんなのもあの市販してやっからね、あのホームセンターなんか、こんなのもあるといいですね。あとこれはあのまあ鉄砲虫とかね、あのカミキリムシとか、右穴開けるよね。それに対してこのこいつでノズルでシューッとやると結構効果ありますから、まあ1回だけでなくて何回かやるといいですね、これね。あとやっぱりちょっとこう少しこう暗くなってもやっとしてる場所で、あのそこに入って剪定しなきゃいけないなっていう時は、ちょっとこういうね、これは虫よでないのね。まあ虫よってあの蚊ですかね。そんなやつにあのそういうあの舞踊とか蚊とか、ああいうちょっとしつこくこうね、体にまとってくる前にちょっとその辺かけてやればいいのね。あんまり上着には直接かけない方がいいのね。ちょっとこうかけただけでも違いますね。あとやっぱり蜂が怖いので、このね、蜂の巣のあのジェットだね。これも結構あの10メーターとかでビャーッと飛びますので、かなり効果ありますから、これも用意して剪定するといいですね。あとこれは60円テストというのは切り口に塗るやつね。切り口に塗る殺菌剤ね。殺菌剤。あとこれはあのマジックリンね。マジックリンはあのヤニ取りっていうの売ってるんだけども、マジックリンの方が値段安いし、あのヤニは取れます、こっちの方が。ですからこれ安いですから、なるべくマジックリンかけて少しちょっと時間を置いてあの拭き取るとヤニは取れます。そうするとあのハサミもあの切れ味が良くなるし、潤滑油なんで、ちょっとハサミのこれこういうところとかで、ね、こんなところとかこういうところにはちょっとかけた方がいいね。まあヤニ取りかけて、そしてあのちょっとしまうときにこの潤滑油をかけて、これをかけてちょっとあとしまってくる。やっぱりその都度手入れは必要だね。そういう意味で。一応どこを芯にするか、それとも両方こういう風に伸ばしたいかっていうことなんですね。こういう風にあの葉っぱがいっぱい出てる場合はどこ切っていいか分かんないよね。確かに伸びてるとこ切ればいいけどね。確かに伸びてるとこ切ればいいんですけども、こういう場合はもし葉っぱを落としてやればいいですね。葉っぱをね、こういうの。